アンディ・ロナーガンは、イングランド・プレストン出身のプロサッカー選手。エバートン FC 所属。ポジションは、GK。幼少期から、地元クラブである、プレストン・ノース・エンド FC のサポーターだった。ブラックバンド・オーバーズ FC のユースチームに動く。短期間在籍した後、プレストン・ノース・エンド FC のユースチームに入団。2001シーズンより、トップチームに昇格。そして、 若干16歳にして、フットボールリーグカップ、コベントリーシティ FC 戦でデビューを飾った。2019年8月13日、リバプール FC と短期契約を結んだ。シーズンを通して、試合の出場こそなかったが、アリソン・ベッカー、アドリアン、クイーンビー・ンケレハーに続く第 4GK として、チームを支えた。シーズン終了後に契約満了により、チームを退団。 2020年12月2日、ストークシティ FC と短期契約を結んだ。2021年1月9日、ウエストブロムビッチアルビオン FC とシーズン終了までの短期契約を結んだ。2021年8月20日、エバートン FC とシーズン終了までの契約を結んだ。イングランド生まれながら祖父母がアイルランド出身であることからアイルランド代表に選出されていた。 2004年にイングランド代表への変更を表明。その後、FIFA のルール変更を受けアイルランド代表に復帰する可能性があったが、招集されることはなかった。ありがとうございます。